やばかったわ、さっきパスポートなくしてさ、急いで探してね、ちょっとギリギリかも、遅かったかも、出発が。今出発して、そう、1位じゃないと満足できない。あ、今日もかも、ありがとう。ちょっとねギリギリかもしんない、ギリギリ。気をつけていってらっしゃい、ありがとう。あのですね、ちょっと友達にね送ってもらってるんで、一枠だけやりたいかな、一枠だけ。韓国に今から行くんだよ。まもなく左側車線です。その先韓国200m で上高井戸1丁目を右方向です。成田空港、成田空港ね、遠いからさ、ちょっとギリチョンかもしんない。3時40分フライトで、1時間以上前までには着かないといけないじゃん。そう、韓国もう寒いからモンクレ持ってきた、モンクレヌ持ってきました。朝15さん、それはね言いません。あと奈々ちゃんの一日店長お疲れ様でした、楽しかったです。また機会があったらねやりたいけど、ママどうすんだろうね、お店もうやんないのかな、ふわっちば。いや韓国の気温見たら、天気で最低気温8度とかあったから、一桁台あったから、夜とかほんとそんぐらい行くと思う、韓国ってマジで寒いからね。あ、ハピネスちゃんありがとう、ぴょんこちゃんもありがとう、よろしくお願いします。プリウス、え、韓国のトイレはねトイレットペーパー流せない、多いからトイレットペーパーで拭いたらゴミ箱に捨てんの、韓国は。いいホテルとかでもね、いいお店とかでもなんかね弱いんだって、トイレ。そうだから、ちょっと不衛生かな。誰の車かだって。これ誰の車かだって。そうそう、77号ちゃん、それ、あ、皆さん右下ナイスボタンお願いします。うん、お願いします。からってそれにわかだからね。そう、友達の車、友達が送ってくれてよかった、マジで、韓国人のチンボーはもう味見しましたか。これからですね、韓国のチンボーはこれから予定ですね。わかんない、彼氏できるかもしれない。
でも分かんないよ。この前はうまくね、なんか配信うまくいったけど、今回どうなんだろうね。あ、超いいね、ありがとう。あ、銀ちゃんママ昨日ウイタン配信やってたね。あ、中田会長の枠でやってたね。ちなみにまあ前回韓国で昼間チャイナタウンってとこ行ったんだよね。韓国で一番治安が悪いところ。そこで先々週殺傷事件があったので、私が行ったその1ヶ月前に殺人事件あった。そう、怖すぎちゃって昼間行ったんですよ。今回夜行ってみようかな、チャイナタウン夜。頑張りたいから。20日間の予定です。あとさ、そういえばさ、つばにゃんがさ、なんか私のことをなんかディスってたらしいんだけど、なんかそのツイッター見れないからさ、つばにゃんのさ、誰かあのスクショ送ってよ、見たいんだけど。なんかツバニャンが私のことをディスってるらしい。めっちゃ巻き物すごかった。私あの前にフォローしたんだけど、フォロリクがね断られて、でなんかめっちゃディスってるよって、見れないんだよね。よかったらちょっと DM で送ってよ、見てみたいんだけど。だって私会ったことないからね、ツバニャン。どんな巻き物してたの。なんか眉は閲覧150人とか書いてて笑った。まあイベント中私かそるんだよね。まあでもね、かそっていいんだよね。わざとかそらしてるのもあるけど、イベント中とか。そのことを言ってる。え、どんだけ。だってふわっち番だからアカウント作らないで見てるってことでしょ、多分。ちくらんちゃんとかで。え、じゃあつばにゃんってさ、イベント中とかさ、閲覧すごいあったのじゃ。なんか私がいなかったら、ちょっと DM 送ってくんない、誰か見たいんだけど。なんか噂によると、なんか私がふわっち会にいないから、私がいたら眉は過疎なのにねみたいな、あの女調子乗らせんだみたいな。でもそもそもつばにゃんって、まあ、確かにあの時代ってさ、あのまあコラボとかさ、なんか炎上したら閲覧あるのって、まあ、眉もあるじゃん。で一人の雑談だったらさ、つばにゃんと私ってどっこいぐらいなんじゃないの。つばにゃんの一人配信ってそんなに雑談だけでその1000人とかいた？私ぞっこいじゃない、そもそもが。しかもあの時代ってさ、つばにゃんがいた時代ってさ、あのなんか契約いるかったじゃん、規約が。あんな緩い何でもし放題で、私だってその時代にねいてたらもっとやれたこととかたくさんあったしさ。もう終わったんだよ、つばにゃん、あなたは終わったんです、つばにゃんさん。ね、つばにゃんさん、私みたいにナイスできるんですか。でもなんか心残りがあるんだろうね、そのふわっちに張り付いてるってことは。なんか TikTok もやってたじゃん。でつばにゃんって韓国配信10人だっけ、韓国配信 TikTok でこの前やってたんですよ。
なんか私のこと意識してる、もしかして海外行って10人だって。いや面白かったのはさ、まあ、炎上したらそれは面白いじゃん。私さ言われて、なんかブスとかも言われてんだよ。顔がでかい、調子乗ってる、あの女には気をつけろ、リスナーさんとかね、騙されないでとかさ。なんで私言い返しちゃいけないの？言い返したら調子乗ってるってなっちゃう。あ、ありがとうパフェ、あ、りーちゃんありがとう、ありがとうございます。あんだけ言われてありがとう、りーちゃん。話したことでテレ、あの電話であるね。あのゼロワンと付き合ってた時に、なんかゼロワンってなんかね、よくいろんな人と喧嘩させるんだよ。例えばリリーさんとか、その中の一人がツバニャンだった。そう、あんなの別に配信上のエンタメじゃん。なんかそれをね、私はすごいひどい仕打ちを受けたみたいな。そう、それを根に持ってるらしいけど。まいちゃん、スタッフお疲れさん、ありがとうございます。ありがとうございます。お互い好き放題、そう言ったんだから、それはそこで終わりでいいのに。まあ、なんだろう、結構ね、ちょいちょいなんか粘着されてたから、ちょっとしつこくないみたいな。なんかちょっと怖いじゃん、粘着、私の配信見張ってんのかなみたいな。そうそう、妻にはもう配信上で言って、妻にあんだって配信のだからさ、そういうなんかバトルとかし慣れてる人じゃんね。なんでなんか急に、ま、ね、眉にひどい仕打ちをされたって。素人じゃないじゃん。いや、わかる人、なんか一般人だったらわかるけどさ、リスナーさんとかだったら、まあ、そういうことなんで。ツバニャン、ツバニャンが、まあいいか、もう終わった人だから。いや、こう結構 なんで私がこうやって言ってるかっていうと、奈々ちゃんの一日店長の時にアルバイトをしてたのをね、誰かあいつの眉の枠になんか乳首とか出して番にさせてくれませんかってツイートしたの。あの女のアカウントを抹消したいみたいな。怖くない？だから私も結構スルーしてたけど、そこまで言われちゃうと、それ やりすぎじゃないでしょ。そうだよ、めっちゃ言われてんだよ。そう、犯罪予告じゃん、犯罪予告。そうだって、2年前のことをそんな熱量で言われるって、ちょっとこっちからすると怖いからさ。また何か言ってたらちょっと教えてください。じゃあ改めて思いましたね。でもツバニャンがそのふわっちを未だに見てるってことは未練があるじゃん。私もアカウント守んないと、ちゃんと。ちゃんとアカウントを守ってこれからもね、ふわっちで頑張っていきたいからね。あ、ありがとう、定期ありがとう。私の雑談の住人だね、あの言い回しみたいな。皆さん右
したナイスよろしくお願いします。あー、ありがとう。こんにちは、気をつけて。もーちゃんありがとう。もーちゃん大花火ナイスありがとうございます。まあそういうことなんで、スバニャンは終了です。お疲れ様でした。そういうことなんで、まあ、もしまた何かあったら報告よろしくお願いします。なんか悪口はともあれ、ちょっと A 版にさせようとかさ、そういう犯罪的、犯罪ではないか、まあでも私からすると犯罪レベルなんだけど、そういうこと言ってたらまた報告よろしくお願いします。眉痩せちゃったね。いや私太ったよ。あのさ、ツイート見てほしいんだけどさ、まん丸になったよ顔。私本当に顔がまん丸ぷっくりになったの。韓国着くのはまあ7時かな、7時ですね。で夜から配信始めて、顔じゃなくて体がガリガリ。なんで体ガリガリってわかんの、服着てて。ちなみに本当にガリガリじゃないから、もうガリガリワードマジやめて。ガリガリって言えばいいって思ってる。でデブの人にデブって言ったら失礼でしょ。ガリガリも失礼だよ。